身長美容医師学科生成形外科専門医身長先生ことタメです。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の場所の人はチャンネル登録よろしくお願いします。前回の動画では論文のね、まず最初のチェック項目ってことで、まあどういった年代の論文なのか、どこの国の人が書いたのかなとか、どんな雑誌に載ってるのかなとか、そもそも論文ってどういう信憑性がある内容なのかなとか、そういったところをお話ししていきました。でそこで踏まえて今日実際にその、ね、具体的な内容の方を見ていきたいと思います。ヘイトアウトカムズインコリアンチューデンウィズイレオパシックショートスタジオレシーリングロスフォルモントリートメントで、韓国のチョン・ヒュヌク先生が書いてくださった論文で、フロンティアズ・エンドクライノロジーという論文ですね。こちらの方ですね、インパクトで5点台の論文だそうですけど、そういった内容になってきます。じゃあこちらの論文見ていきましょうということで、どんな論文なのかなと見ていくと、これらに関して言うと、まずは578人、ね、すごいね、578人の患者さんが対象になってきているとか、あとイデオパシックショートスタジオですね、我々が専門としている特発性低身長ですね、病気ではないんだけど身長低い人たちのことイデオパシックショートスタジオと呼びます。日本人で言うとですね、男性であれば160センチ未満に将来になるようなお子さんたちのことを指します。でこの論文で578人とかすごい人数が多いですよ ね。で論文の中でも、まあ、その質が高い研究と質が低い研究があるとすれば、当然だけど数が多い方がいいですので、578人の、特発性低身長の人を集めるのって結構難しいよね。我々の方で今のところ一月あたり40人ぐらいの人かな、初心で来てるってことを見ると1年間で来るのが480人か、だからまあ578人で結構集めるの難しいなって僕は思いながら、もう結構いっぱいあるなと思いながら書いてあると。で578人に対して330人が男の子、248人が女の子で、成長ホルモンが投与されたってことですね。成長ホルモンに関しては 0.051mg/kg っていうふうに記載があります。でこちらの投与に関して見てみるとってことで、普段我々はの方だと、我々というか他の論文でも基本的にパーウィークで記載することが多いので、これをパーウィークに直してみましょうってことで、パーウィークに直すと 0.051×7 ってやると 0.357 パーウィークでね。でこの 0.357 って数字なんだけど、どうですか宮っち、まっちゃん、これ低い数字ですか高い数字ですか。高い数字、うん、そうです、高い数字ですね。一番低い数字だと 0.23 です。そうですね、やっぱ少ない量だと特発性低身長は 0.23mg、ですね。例えば論文上で一番高いなというのはだいたい 0.375 とか、まあ、0.4 ぐらいってもしかしたらあるかなぐらいな感じですので、0.357 に関して言うと、まあ、高めっていう原因がいいかな、まあ、もっと高い論文もあるけども少なくとも低くないよねと。例えばなんですけども、まあ、論文によってはそういう風に低い例と高い例って表現になってくるんだけど、そこのカットオフというか、まあ、その論文上での話だけども、だいたい 0.3mg ぐらいをカットオフ、高容量と低容量のその定義付けで差をつけていた時の数字になってくるので、まあ、0.357 っていわゆる高容量ってタイプの内容になりますね。まあ、例えば高容量でやったりなんかすると、まあ、1年間でやると、まあ、大体年間で言うと、まあ、5センチぐらいは乗せてきるかなとか、まあ、大体そういったデータが多いと思うんだけど、じゃあ今回データがどうかなっていうところですね。で対象者のもうちょっと少し見ていくと、4から14歳の方ですね。いいですよね、これもね、すごくいいですね。我々の方の外来でも最低年齢が5歳で、一番上が14歳、まあ15歳まで受け付けたってことですね。推奨は男性であれば14歳、同じ人は13歳未満というふうにお伝えしてるから、このラボも大体14から14歳で書いてると、まあ、我々と大体同じようなやっぱり感じの、見解で見てるかなと。で治療開始時の年齢が 7.54 プラスマイナス 2.43 歳ってことで、まあ、7歳半前後っていうところですので、まあ、一番若いのが5歳とか一番遅いが10歳ぐらいってところで、まあ、これもねすごくいいデータになってくるかなというふうに思います。例えば一番我々の方だと5歳から治療受けてますので、まあ、そういった意味ではほとんど同じかなと思いますね。骨年齢が 6.08 歳ってことで結構面白いですね、ここね。実年齢が 7.54 に対して骨年齢が 6.08 だからマイナス 1.5 歳ぐらいは晩熟であるという意味ですね。でこれは、ちょっと注意が必要でというか、まあ、あるあるになってきます。で例えば身長が低い子っていうのは、そういうふうにして、なんていうかな、うまくこう体の中でこう骨が作れてないとか、そういったパターンがあって、こういうふうに晩熟例っていうのは結構、で例えば成長ホルモン分泌不全症の子なんかも骨年齢が大体若い子とか多いですね。ただ基本的にこれは別にマイナスの、まあ、データではなくて、まあ、伸びしろがあるというのもできるかなというふうに思います。男子の平均身長、こちらの方は治療前かな、これは治療前の身長が男の子がマイナス 2.48、 女の子はマイナス 2.58 ってことで、これはまあかなり低いなってところで、マイナス 2.4 ぐらいになってくると、ちょっと今表がないのでパッと頭の中で、まあ、ざっくりと数字ですけど、男の子だとおそらく150前半ぐらいじゃないかな、おそらくね、まあ、150本当前後ぐらい、最終的にですよ、かなり少ない低いのが、分かるかなというふうに思います。じゃあここでですね、まあ、少しね、実際にそういった 7.54 歳で500人ぐらいの、ね、方は治療した論文で少し見ていきたいと思います。じゃあこちらの方です、ね、
まず見てみると左上がトリートメントピリオドとイヤーとかですね、今回1,2,3って書いてあるので3年以上かなでやってるような感じですね。1年未満の人たちですね、その人は330人だそうですね。次が1年から2年やった人が218人、2年から3年やった人が99人、そして3年以上やった人が60人ってことで、まあだんだん数が減ってる。当然ですよね、だんだん治療やらなくなっちゃったりとか、まあ、何かしらの理由で、治療中断してるとかそういったところ見てる。1年目は当然多くてだんだん減っていくっていうところ、こういったデータになってきます。でエイジの部分見ていくとベースライン 7.56、まあ、治療開始前っていうんですよこれね。でその後がその1年未満で集めた330人を見てみると 8.02歳、その後 8.35歳、そして 9.24歳、 10.56歳と、まあ、当然年齢が上がっていくっていうところになります。で次こう、ね、ヘイト SDS ということで、ここが一番重要な項目ですね。これ男性の項目なんですけども、マイナス 2.48SD だったところが、まあ、1年間、まあ、1年未満だけども1年未満治療を受けたところマイナス 1.93 に改善しているということで、だいたい 0.5 から 0.6SD ぐらいの改善が見込めているって説明になります。 1SD 改善するとだいたい何センチぐらいですか、ざっくりですけど。男性で5からそうだね、まあ、大体4から5センチぐらい、そういうふうにご理解いただくんじゃないかなと思うんだけど、ただ、そうやって見てみるとこれは少しいつものデータよりはちょっと低いよね。だからちょっとあれと思うんだよね。だけどここでこの内容よく見てみると、これトリートメントピリオドが1イヤー未満なんだよね。 1SD が男性で5から7センチ、女の子で5から 5.4 センチぐらいの幅ですね。通常で1年ぐらいだと 1SD ぐらい改善するという論文が多いので、今回ちょっと少ないなと思うんだけど、これはトリートメントピリオドが1年未満だから、結構だから未満の人多かったんでしょ。それもね、次のトリートメントピリオドが2のですね、1から2年ぐらいの治療の方だと 1.42SD ということで、まあ、ここでようやく 1SD 改善してるところで、まあ、こうやって見てもここのデータがまあいつも大体よく1年ぐらいやった治療でデータってところで、まあ、参考になるかなというふうに思います。でこれこうやって見ていくと、最初の1年目は 1SD ぐらい改善して、その2年目以降の時は 0.3SD とか、その一番最後の1年から 0.1SD しか変わってないってことで、よくね他の論文とかでお伝えしてるけど、1年目が一番治療効果高いよっていうのは、まあ、この論文上もやっぱり正しいのかなというところですね。我々の方は過去に紹介したエフィカシー&セーフティーリザルトロングダウングロスロームトリートメントということで、こちらの論文ですね、まあ、こちらの方でも説明しております。1年目が高いということはやはり変わらないかなというところですね。で今回の論文でかなり面白いのがこのボーンエイジっていうところですね。ボーンエイジが、5.90 歳ってことで、実年齢が 7.56 歳に対して、まあ、1年半ほど、晩熟判定になってるんですけども、3年以上治療を行うと 10.56 の実年齢に対して 10.09 ってところで、そこの差がかなりね狭まってるっていうのがよくわかりますので、まあ、そういう風にしてピーターパイならお子さんいないよというふうによくお話をしてるんだけど、晩熟な子が一生晩熟かっていうとそんなことなくて、必ずキャッチアップをしていくと。でキャッチアップをしていく中で何かしらそういう風にその成長が阻害された状態、これイデオパシックっていうのはその何かしら原因が見つかってないだけで何かやっぱ障害があるんだよね。そういったようなそれが取り払われた、まあ、成長方向である意味強制的にレールに乗せられた、そういった状況でこういう風になってくるよっていうところなので、まあ、ここら辺は、まあ、よくあるデータの一つかな。ただその分だけ最終身長必ず改善されてますので、投与した効果があったというふうにご理解いただいてもいいと思います。それでここの下の部分ですね、ボーンエイジマイナスクロノジカルエイジということで 1.-64 が 1.39、 1.72、 0.79、 0.54 ということで、まあ、だん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 減弱していくと、まあ、これは成長ホルモンやらなくてもいずれどこかのタイミングで、キャッチアップしていくような数字なので、まあ、そこも皆さん十分ご理解いただくといいかなという思います。例えば骨年齢を我々が見た時に7歳とか8歳ぐらいだと骨年齢がマイナス2歳とかマイナス3歳って結構見るよね。だけど15歳の 子供でマイナス2年とかマイナス3年見たことあんまりないよね、多分ね。だからそういう風にして見てみると、小さければ小さいほどそういう風にそのクロノジカルエイジとそういう風にボーンエイジとの乖離が大きくなるっていうことはあるから、そこもちょっとよく考えて、その成長ホルモン投与するとそのボーンエイジも上がっちゃうから投与する意味がないとか、そういう風な考え方に陥らないように皆さんもご注意いただくといいかなというふうに思います。であと他のちょっと内容を見ていきましょうね。このフィギュア1ですね。でこちらの方は、ね、これも面白いんだよね。これねグループを 1,2,3 に分けて、グループ1は6歳未満で、グループ2が、男の子は7から9歳、女の子が7から8歳、グループ3が男の子が10歳以上、女の子が9歳以上ってことですね。まあ、いわゆるちっちゃい年齢なのと高い年齢のどっちの治療効果が高いのっていうのを検討してる内容ですよね。今回だとその青色がグループ1で一番若いグループで、まあ、灰色のグループかなが一番グループ3と一番年って言ってるってことですね。よく我々も概覧的に説明してもらって、5から10歳ぐらいが一番治療効果が最も高いよっていうふうにお話
話をしてて、まあデータ見てるとね、すごい豪快上手で成長してて、すごくガーって動きますもんね。だから口力が高いんだなってことで、今回もそうやって見てみると、やっぱりそういう風に一番若いグループが一番口力が高いと。ただこれって見てみてさ、これさ6歳未満と7から9歳ってさ、ほとんど同じだよね、正直言って。だからここは我々としてそこまで区別する必要あるかなっていうのが少し難しいんだけど、ただデータ上やっぱりこうやって見てると6歳未満の方が効果高いから、そうするとやっぱ若ければ若いほど治療効果が高いというふうに、もっと我々の感染の中で言えるかもしれないね。5歳の人が来た時に6歳になってやるよりも5歳でやった方がいいよと。ただ問題なのは、私の場合5歳で治療を受けてるのは、採血ができれば大体5歳で半分半分ぐらいね、50-50だから、そういう意味でなかなか難しいんだよね。でこれも、ね、10歳以上と評価してるけど、10歳でも正直言って若い方でね、どっちかというとね、我々の診療だとね。だからもっと年齢が高いのと比較してちょっと難しいところかなと思うんだけど、まあ、一応こういったデータ上も、青色の方が上に書かれて、灰色が下だったところを見てみると、まあ、青色の方が、効果高いよねっていうところになります。ただこれ面白いのがさ、一番最後の部分ですね、ここの部分ね、灰色と青色がちょっとクロスしちゃってるんだけど、まあ、これが本当にどこまでの意味があるのかっていうと、ちょっと正直言うと何とも言えないかなっていうところですね。観測数が減ってくるので、ちょっと誤差が出てくるのかなっていう気がしますけど、ただ3年以上も、ここの部分ですね、まあ、右の部分ですね、グループ1が37人、グループ2が14人、グループ3が9人。例えば37、14と9って数字を見たら、これがナンバーが少ないかどうかっていうふうに言われれば、これ実はね、意外と少なくないんだよね。綺麗なデータであれば、これが人数があれば、十分にそこっていうのは、乖離が起きます。乖離がしかも起きて、なおかつ、その、いわゆるその、p バリューっていうんだけど、統計学上は、優位差が出ることが多いかなっていうから、見てみるから、このなんか最後逆転してるのは、もしかしてちょっと意味があるのかもしれないとか、そういったことを思ったりもします。はい、ということで今回で韓国の論文ですね、Hate Outcomes in Korean Children with Idiopathic Short Stature Receiving Loss Hormone Treatment ということで、2022年の論文ね、皆さんと一緒に見ていきました。参考になりましたでしょうか。ということで、今後も全身全霊でね、新中間でも配信していきたいと思いますので、新中間の人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。